山小屋、山小屋、山小屋とは、登山者の宿泊、休憩、避難などのために、山の中に建てられた小屋。ヒュッテとも言う。山にある、宿泊、休憩、避難施設である。登山者や山をハイキングするハイカーが、校庭中にしたり、休息したり、あるいは緊急時に避難するために駆け込むための建物である。小屋番、管理人のいる。 友人小屋と小屋番のいない無人小屋あるいは避難小屋に対別される。山小屋という場合、無人小屋も友人小屋もどちらも差し得る。本校では宿泊施設や休憩場所や避難場所としての山小屋について解説する。アルプスやピレネーなどにおいて夏の期間に放牧が行われるが、牛飼いや羊飼いのための宿泊及びチーズ作りの 拠点として利用される山小屋がある。これらの山小屋は地域ごとに異なる、言語、方言もしくは慣習による呼び名が存在する。エベレスト、チョモランマ等々の世界有数の山々が多数あり、世界中から登山者が来ており、当然様々な山小屋がある。本節では日本における山小屋について解説する。日本の現存最古の山小屋建築は東廃者向けの、 宿泊施設であった、立山の室戸小屋である。宗教に関連しない、日本最古の営業山小屋は、1907年、明治40年に開業した白馬山荘である。それに続いて、ヤリサーロッジ、常年小屋、ツバメ山荘、小鷹岳山荘、ヤガヶ岳山荘などが、相次いで開業した。避難小屋の場合は、基本的に、避難小屋と名乗ることになっている。 日本では大規模な山小屋や主要な山小屋では、下記に大学医学部などが運営する臨時の夏山診療所が併設されることがある。夏山診療所のある山小屋は、ほとんどが北アルプスに集中しており、それ以外は南アルプスの北岳や富士山や白山にあるが、数は少ない。立山、剣岳付近にも夏山診療所はあるが、山小屋には併設されていない。 日本の避難小屋には緊急避難専用の小屋と自炊、新宮寺山の宿泊を念頭に置いた小屋がある。緊急避難専用の小屋は、雷や大雨や氷や強風等から一時的に避難することを念頭に作られており、こうした無人小屋をわざわざ手間暇やお金をかけて作ってくれる人や組織がある丘で毎年多くの登山者の命が救われている。登山計画を立てるときは、 山の地図で登山路の途中に緊急避難小屋があるのを見つけたら、その位置もよく覚えておくといざという時に自分の命を救う子になる。友人小屋では寝具が備え付けてある。解説期間外は完全に閉鎖する山小屋がほとんどであるが、一部のスペースを陶器避難小屋として開放するところもある。雪崩の多発する谷間の山小屋の中には、陶器は建物を解体し、 翌年の初夏に組み立て直すところも多く、容易に解体できる構造となっており、プレハブ小屋そのものの山小屋も存在する。鉱山の友人小屋の場合、北アルプスなど多くの登山者が訪れる地域では、営業期間は6月中旬から10月中旬、あるいは11月初めというところが多いが、メインルートから外れている小屋では、登山者の多い柿けの営業のところもある。 西見のる山荘は新穂高ロープウェイが通年運行しており、その山頂駅から近い標高2360メートルの高地で通年営業を行っている北アルプス中では唯一の山小屋である。また、標高が高く気象条件の厳しい富士山の山小屋は7.8月の2ヶ月しか営業しないところが多い。ただし5合目にある佐藤小屋は、 富士山で唯一通年営業を行っている。鉱山であっても八ヶ岳の一部の小屋のように四季にわたって入山、宿泊者が見込める小屋では通年営業をしている場合もある。予約をせずに飛び込み利用をする利用者も多い。これは多くの山小屋では予約をしても基本的には旅館やホテルと違い大部屋、イ部屋での雑魚寝となり、 予約なしで宿泊した場合と待遇の違いに大差がないからである。これは山小屋がホテルや旅館等の宿泊施設とは異なり、緊急避難場所の役割も担っているという事情による。多くの山小屋は基本的には宿泊希望者を拒めないために、再混雑時は廊下や食堂に布団を敷いて就寝したり、他人と同じ布団で就寝することも起こりうる。 ただし、いくら予約なしでも、宿泊可能だとしても、あまり遅い時間に到着すると、夕食の提供ができなくなったり、相部屋の人々に迷惑をかけることになる。また、山の天気は夕方に雷雨となることが多く、装着は山小屋宿泊の基本である。ただし、宿泊者を制限することにより入山者の送料制限を行っているオゼや、夜間登山が盛んで夜間でも道に迷う。 心配の少ない富士山や伊吹山、交通機関の整っている上高地など登山口の山小屋とは定員以上の宿泊を受け付けない。このような山小屋においては予約をしないと宿泊できない場合もあり得るほか、宿泊できても食事の提供を受けられない場合がある。大峰山地域の山小屋のように登山口に予約がない場合は宿泊ができないことを看板などで明示している場合も、 ある。また、個室の利用を希望する場合も、予約がないと満室の場合がある。団体で利用する場合は、どのような小屋でも、基本的には、予約を必要とする。何人以上だと予約が必要かは小屋によって、異なるので、あらかじめ問い合わせた方が良い。逆に予約をしたからといって、暴風や雷雨といった、極めて悪条件の中を無理をして、 予約を入れた山小屋に向かうことは禁物である。そのような場合はほぼすべての山小屋が無連絡のキャンセルであっても違約金を請求しないが、携帯電話や山小屋の公衆電話などで連絡がつけられる場合は、キャンセルの連絡を入れるべきなのは差である。友人小屋は昼間時間帯に食堂や売店を営業することが多く、登山者に昼食を提供したり清涼飲料水や、 菓し類を販売している。これらの施設を利用すると少々価格が高いことを考慮しても食事等の荷物を減らすことができるメリットがある。また、水の確保の困難な稜線上の登山路においては飲料水を販売しており、トイレの利用も可能のため、登山者にとってはルート上の宿泊地以外の小屋も欠かせない存在で、あるが営業期間や非営業日及び昼食や 売店の営業の有無、営業時間の確認は必要である。大抵の友人小屋は一泊二食付けの宿泊ができる。ため、希望者には夕食及び朝食が提供される。かつての山小屋の夕食は、作り置きが容易なカレーライスが定番であった。現在は、カレーライスを夕食に出す山小屋は少数派になったが、それでも富士山の多くの山小屋や、 南アルプスや東北地方などの一部山小屋や不便な場所にある小規模な山小屋の一部では今でもマイカレーライスが出される。ただ多くの山小屋ではヘリコプターなどにより比較的生鮮食料品の輸送が楽になったことや大規模な自家発電を行うことにより冷蔵が可能になったことなどによバラエティに富んだ夕食を提供できるようになった。 山小屋によっては予約することにより本格的なコース料理を出すところさえある。ただ、最盛期は多くの宿泊者に対応するために多くの小屋では味噌汁やスープを除いては何時間も前からあらかじめ皿に盛ることができる冷たいおかずがメインとなる。最盛期は食堂の収容者数の数倍の宿泊者に対応するために山小屋に到着した順番に 通行体制で時間を決めて夕食をとる場合もあり、食後に食堂でビールなどを飲んでゆっくりとできない時期もある。そのような時期は最終回の夕食後にすぐ翌朝の朝食の準備が始まることが多く、食堂の談話室としての利用も時間が制限されることがある。もちろん、シーズンオフや宿泊者の少ない小規模な山小屋では、ゆっくりと小屋のオーナーや管理人などと語らいながらの 食事ができる場合もある。山小屋では、素泊まりや一食のみの利用も可能である。それらの利用者のために自炊スペースを用意した小屋も、あるが、自炊スペースがない小屋の場合、食堂の片隅で自炊を認めるところや、晴天時は屋外のベンチ等でしか自炊を認めないところもある。トイレは排泄物の処理に苦労している山小屋が多く、 宿泊者以外からは使用料を徴収することが多い。従来は、ほとんどが垂れ流し式であった。便槽もなく、直接山の斜面や谷川に放流されるものや、一旦便槽に貯蔵して、秋の肥やしめの時に、便槽内に水を溜めてから一斉に放流する方法などがあった。常時放流式のトイレの中には、川の水を常時便器内に流すという見かけは、 非常に清潔なものも存在する。従来型の瓶装式の場合、瓶装の壁や底をコンクリートなどではなく石垣等の隙間のあるものにし、液体はある程度周辺の土に浸透させることが多い。いずれにせよ、周辺環境に与える問題や美観、悪臭の問題があったものの、もし瓶装をさらにしないまま冬を迎えると、瓶装の内容物が完全に凍結し、 翌年は使用できなくなる問題があったため、放流はやむを得なかった面がある。ただ、利用者が少ないトイレの常時少量放流の場合は、自然にある程度分解するのも身である。その後、環境意識の高まりや富士山における世界、遺産登録問題もあり、少しずつ環境配慮型トイレが登場している。1999年、平成11年から環境省による、 産学環境登場か安全対策緊急事業で国が費用の半額を補助して環境対策が行われている。主なものは焼却型、バイオ型、簡易上仮想型、内容物輸送型などがある。焼却型は石油やプロパンガスで内容物を焼却する方法であるが燃料コストが大きくなる上に化石燃料の大量使用は 地球環境全体には決して環境配慮とは言えない欠点がある。バイオ型と簡易上仮層型は低温の鉱山においてはそのままでは微生物の活が十分に期待できない欠点があり、あまり多くの利用者があるトイレには利用できない。そのため常時自家発電機を運転して保温するなどの対策が立てられているトイレもあるが燃料コストと化石燃料大量使用問題が 焼却型同様に発生する。内容物輸送型は、便装ごとヘリコプターなどで輸送する方法であるが、維持コストが非常に大きくなる上に、ヘリコプターが化石燃料を多く消費することは、焼却型と同じである。山小屋でのトイレ維持管理のコスト対策として、チップ製を導入している山小屋もある。新しく作られたトイレは、 従来の山小屋のトイレのイメージを覆すものも多く、簡易水洗トイレや洋式トイレはもちろん、シャワートイレ、ウォシュレット等を設置する例もあり、山小屋のトイレは臭い汚いくらいというイメージは少しずつ改善されつつある。トイレがない山小屋や山域では携帯トイレの利用をする場所が設置され、その使用を推奨している例もある。いずれにせよトイレによっては、指示に従って、 トイレットペーパーを備え付けのゴミ箱に捨てたり、宿泊者以外は利用料金を必ず払うなど、登山者側の協力も大切である。また、自然環境に対する悪影響をできるだけ少なくするために、トイレ以外での要便は緊急時以外は慎むべきである。従来型の便装式トイレは低温により微生物の働きが弱いため、トイレのアンモニア臭がひどく、 大抵山小屋の宿泊棟や食堂からは離れて建てられており、深夜に行く場合や雨天時に行く場合は非常に面倒である。険しい場所にある山小屋の中にはトイレに行くためには岩場を少し下らないと到達できないため、小屋に備え付けのサンダル履きでは少し危険なところもある。当然のことながら、ごく一部の例外を除いて山小屋に宿泊者用の風呂やシャワーはない。 水の貴重な稜線上の小屋は、もちろん、谷川沿いの水が豊富な山小屋でも、燃料の輸送の問題により、宿泊客用の風呂はないことがほとんどである。水の確保も参照されたい。例外は、尾瀬の大部分の山小屋、上高地エリアの槍沢ロッジや横尾山荘、富山県の剣山荘などの谷川に面した山小屋の、ごく一部や、 御岳山の二の池周辺の小屋のように鉱山湖の水が使用できる小屋、赤岳高専、本沢温泉、白馬槍温泉、北京温泉など、温泉や、高線の出る山小屋などが挙げられるが、極めて稀な例ではあるが、八ヶ岳の赤岳展望層や富山県の千人池小屋、大峰山山城が岳の宿坊群のように、両線上の小屋にもかかわらず宿泊者用の風呂を備えたところや、 徳島県の鶴木山頂上ヒュッテのように山頂にも、かかわらず宿泊者用の風呂を備えたところもある。小屋の近くに残雪が残っている間だけ風呂を提供する山小屋もある。県沢小屋などシャワーを備えた小屋も増加傾向である。ただし、排水が自然環境に与える影響を少なくするため、およびお湯の使用量をできるだけ少なくするために、 宿泊者の石鹸やシャンプーの使用が禁じられている。なお、上高地の山小屋の一部や登山口の山小屋の一部などは、石鹸類の使用が可能のところもあるが、例外的である。なお、従業員用の風呂は、富士山のように水が極めて不足している山域を除く、ほぼすべての山小屋にあるが、水の貴重な山小屋や燃料の輸送が難しい山小屋では、 従業員の入浴回数も制限される。友人小屋の宿泊料金は三域によって異なるものの、すどまり合い部屋、食事と、寝具事弁の宿泊では一泊三千から六千円、程度を、二食付き合い部屋では五千から九千円程度で、ある、一般には輸送コストの木名鉱山や奥山ほど、高額になるが、三域によって、宿泊料金を統一しているところも多く、 その場合は、稜線場であろうと登山口であろうと同じ宿泊料金になる。個室を備えた山小屋もあるが、かなり高額の個室利用料が必要となる。山小屋によっては換算機にはグループごとに部屋を分けてくれて事実上の個室にするところもあり、この場合は個室料は不要だが、多くの小屋は換算機でも、清掃の問題から一部の部屋だけに詰め込み傾向がある。 休憩するだけの登山者に、茶屋茶受けを無料で提供するところもあるが、できれば、じ代を払うことが望ましい。山小屋の宿泊料が、施設やサービス内容の割に高価になるのは、冬は営業できなくなる小屋が多い上、夏の2ヶ月ほどしか客が多くないにもかかわらず、緊急避難場所としての役割もあるため、無雪機の換算機も営業する小屋が多く、 それらの維持コストが加算されているからである。安全な山旅のためにはやむを得ない価格設定と考えざるを得ない。避難小屋は一般には無料で利用できる。ただし利用料金がかかるところ、あるいは寄付を受け付けているところもある。利用料金がかかる避難小屋の場合、事前に三毒の所有者や管理人宅で外金を支払って鍵を受け取る必要のあるところもある。 この場合、下山後に、鍵の返却が必要になる。避難小屋のうち、時期によっては管理人が入る小屋の場合は、その期間の未有料になることが多い。季語としての山小屋は、夏の季語、晩夏の季語である。分類は、行事、人事。類似の季語として、登山小屋、登山小屋。登山者のための小屋と、登山宿、登山宿。登山者のための宿があり、山小屋。 登山語や登山宿は季語、登山の古季語である。詳しくは、親季語である登山を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。